ボシャボシャ。今日はですね、トレイ持ってきました。サツキのトレイですね。サツキのキリンの鏡だったり、何が載ってんだろう、キヨ、両風とか小太郎とか、そういうのが載ってる、まだ挿し木で鉢上げできてない苗たち、まだまだ全然素材のサツキたち。一応ね、こんなトレイに入れてても花は咲くんですよね。こんな感じで、これ両風の花、綺麗ですよね。で、花ももう終わってるんで、今日このトレイを掃除しようかと思って持ってきましたよと。うわ、ナメクジ触っちゃった。ナメクジはね、よくいるんですけど、たまに触っちゃうこともあるんですけど、この触った手はね、絶対に洗う。最後に洗うから、一旦蒸し。これ洗わないとね、なんかいろんなものを口の中に入れちゃう可能性があるんでね、手だからなおさら。ナメクジ触ったら手を洗う、徹底してます。そもそもあんま触りたくないですけどね、不意に触っちゃうことってありますよね。はい、こんな感じで、まあ雑草を取り除いて、もうすごいことになってるんで、雑草が、雑草を取り除いて一つ一つね、鉢をきれいにしていこうかと思います。でちょっと関係ないんですけど、このハサミ、僕が初めて買った盆栽用のハサミ、まあ言うてそんな高くないハサミなんですけど、先端がちょっと前までこんな感じまでしか締まらなかったんですよね。で今ここまで締まるようになってます。なんなら締まりすぎじゃないかぐらい締まってます。これね、直し方というか、矢島園さんの動画をね、たまたま見つけてこう試してみたんですけど、要はここまでしか締まらないってことは、先にここがついちゃうんですよね。先にここがターンって当たっちゃうから、これ以上先に進まなくなってこう開いた状態で止まっちゃうっていうことなんで、どっかがね、ひん曲がってるんですよね、ちょっと内側に。まあ、こっちがこう曲がってるのか、こっちがこう曲がってるのか分かんないですけど、先にとにかく下が当たっちゃうと、それで閉まってないという状態だったんで、じゃあこう曲がってるのをこう戻してあげればいいですよっていうことで、開いてこうブロックとかになんかね、硬いものの上に乗せた上で、ここをハンマーでガン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 って叩いてあげると、こう曲がってたものがちょっと戻るんですよね。で試しに軽く叩いてみたら、もともとこうだったやつが、これがね、なんかこの辺まで行ったんですよ。あれ、これ治るじゃんって思って、そこからね、思いっきりガン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 ってやってたら、ここまで行きました。ちょっとやりすぎた感はあるけどね、まあまあいいんじゃない、いいんじゃない。また使ってったら少しずつ広がってくるだろうし、一旦これでね、様子見していきたいなと思います。これだったらね、もう刃先が切れなかったんですよ。ここまでクロスしてたらね、刃先でもこんなに刃先でも切れる。完全復活ですね。使えないと思ってたハサミが完全復活しました。バッチリグッド、 OK。 そういうことで、ハサミの復活の報告もして、あとは掃除していくのみですと。このサツキたちもね、もうちょっとしたら一つずつ鉢上げして独立させていきたいんですけど、今年の植え替えのタイミング、3月は引っ越しというね、一大イベントがあったので、ちょいと時間が取れず、ほぼほぼ植え替えできてないんで、鉢上げだったり植え替えだったりっていうのを来年に回したやつらがいっぱいいますと。
なのでちょっと来年はね大変なことになりそうなんですけど、こいつらもその回された一つで、雑草の根がひどい。ここまでどれもいけるかな。まだ鉢上げできてないっす。これは単品で植えられてるね。単品で植えられてるけど、まあまあ挿し木素材なんでね、全然大したことないというか、まだ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 見れたもんじゃないですね。で、あと花も取っていきたいですね。花、これそのまましてると実がついちゃう可能性があるんで、可能性がね、まあ、実生して楽しむんだっていう方ならいいかもしれないですけど、さつきの新しい品種、今まで見たことのない花を咲かせるんだっていう方ならいいかもしれないですけど、何と交配したかも分かんないような実をつけてもね楽しくないんで、とりあえず抜きます。うちは葉っぱ花落とします。 OK。 うわすげえとこから雑草生えてんな。マジ雑草魂素晴らしいですね。小太郎も花咲いたんだ。ちょっと見逃したな小太郎。こいつの親木になってる小太郎が去年ね枯れかけて、で、まあ、小太郎をなんとか救うべくねいろいろ手を加えたんですけど、こいつの親木はね枯れました。残念ながら枯れたんで、まあ挿し木のこいつらが生き残ってるから、まあ、こいつらをね分身として育てていくしかない。貴重な小太郎です。よいしょ。じゃあそんな感じでそんな感じでね、残り大量にあるんでね、ちゃっちゃちゃっちゃと花落として雑草を取って掃除していきたいなと思います。はい、作業完了です。この雑草の量やばくないですか。これ全部トレイに乗ってた雑草です。いやーすごい量。うわこんなにいっぱいいらないものが、ナメクジとかもねいっぱいいるから、カタツムリとかねいっぱいいるから、ちょっと最後に手洗いますけど、よしよしよ。で、こんだけ綺麗になりました。いや、すごくないですか。めっちゃ綺麗。最初に比べるといいです。なかなか。で、中にはね、面白そうな挿し木の素材もあったんで、これ小太郎ですね。なかなかいい感じになるんじゃないかなっていう気がしてます。これ大阪月っていう品種なんですけど、ピンクの花が咲くやつね。大阪月。大阪月は結構メジャーかな。あと新日光とか、これは一本じゃないですね、何本も刺さってる。新日光、新日光ね、いい花咲くんですよ。若恵比寿の小さい版みたいな花が咲くんで、これ品種わかんない、なんだろう、キリンの鏡、大阪月っぽいな。まあまあまあ、そんな感じで、とりあえずね、なんか良さそうなものもあったんで、ちょっと今後期待ができそうっす。こういうやつとか
カリカリかけて鉢揚げできそうですもんね、これだけで。うん、まあまだ置いときますけどとりあえずサツキトレイの掃除完了です。本日の作業は以上です。